こういろいろ試行錯誤してる中で、まあ、あったかみのあるというか、温度がダラ S1 よりもある、ものにしたいなと思って。で、当時、僕の子供がね、生まれて間もない頃だったんですよ。だから、余計あまり冷たくはなれなかったっていうところがあって、で、まあ、素材というコンセプトにするための素材に清書っていうのを使ってたもんで、その清書をこうずっとこう読んでいくうちに、光の子の誕生っていう言葉が出てきたんで、それが妙にね、やっぱり光の子の誕生っていうのと自分の子供が誕生したっていうのはこう重なるところがあって、なんていうのかな、ハッピーエンドなというか、希望のある、楽曲を作りたいなっていうのがありましたね。その時はね、あんまり意識してなかったというか、気がつかなかったんですけど、後になって、あ、やっぱり自分の子供が生まれたっていうことがすごく大きく影響してたんだなと思いましたね。で、セイパパを作るきっかけになったのは、もちろん聖書もそうなんですけど、なんて言うんだっけな、ガラガラじゃなくて、くるくる回るやくつるくるです回らよせ、ね。天井からぶら下げて、あれをね、こうカチャッと引っ張ってこう鳴らしてる時に、オルゴールみたいな音がしたんで、そっからなんかこう「セイパパ」のムードっていうのは掴んだ記憶がありますね。やっぱりダライアスも一作目はもう右も左も分かんない状態だったんですけど、二作目になるといろいろこうやっぱり演出っていうことを考えましたよね。で、それをプレイしている客の心理とか、どういうところでどういうものを鳴らすとびっくりするだろうかとか、それから白熱したプレーになるだろうかとか、あとはここで裏切ってやろうとかね、いろんなそういうことをこう楽しみながら考えてはいましたね。だからダライス2のボスシーンには攻撃的な、ボスの曲、攻撃的なボスの曲と、それから、ヤマトですね、ヤマトのシーンのもっと抑えた中の、抑えた中でのこうなんか悲哀とか、なんかそんなものが出ればいいなと思って作りましたけどね。それこそ舞台劇でいうと第1章とか第2章とかって、第1幕か、第1幕第2幕っていう、そういう舞台劇のような感じで、こうまず何かがあって、で次にこういうことが起こって、で、まあ、光の子がここで誕生して、でそこから生命がさらに、こう発展していくとかっていうふうに、ブロックをこう考えながら作っていくと、自然と4分5分の曲になっちゃうんですよね。